湖西警察署は、静岡県警察が管轄とする警察署。管轄区域は、湖西市の全域。1954年7月1日、新居警察署として、当時の浜名郡二位町新居に、静岡県警察が設置。この地域では、湖西町時代から東警察署の管轄だった名残で、現在に至るまで東警察署の管轄である。 2010年3月23日、湖西市が新井町を編入したのに伴い同日、湖西警察署へ名称を変更した。これは、静岡県警の警察署で、名称を変更したのは2006年4月の牧野原、警察署以来4年ぶりのことである。また、2021年3月22日からは、全所在地の庁舎の老朽化が進んでいたことと、 津波浸水が懸念されていたことから新築移転をし現在の所在地で業務開始している。新居警察署時代から引き続き本署が立地していた新居地区は津波浸水区域であり災害時に対応できない恐れがあり加えて警察署庁舎の老朽化も進んでいたことから2017年に本格的に移転を検討し始めた。 老朽化と津波浸水問題の解消を図るため、2021年の完成を目標に、和室地区の古西医師、古見の旧古西市民会館跡地への移転新地区の工事が2019年10月に着工、同所の新庁舎は2021年1月に完成され、同年3月22日から業務開始している。新居地区には本所移転を見越して、 2020年10月に新居町交番が改めて設置された。ありがとうございます。